さあ、久々にベストイレブンやっていきたいと思います。こちらのガチャをやっていきたいと思います。で、もう10回引いてますんで、本日は100回目の S クラスか SL 確定までいきたいと思います。排出選手はこんな感じですね。まあ、上位の選手はなかなか来ないでしょうけども、この中で欲しいのはフェルナンジーニョかな、個人的には。まあ、ネイマールでもね、いいんですけど、ぜひね、ゲットしたいですね。まあ、香川選手はどうなのかな、というところで。はい、やっていきたいと思います。はい、ではまず、10連目いきましょう。まあ、こう、トータルで20回目になりますね。はい。まあね、この100回目行くまでにゲットできれば、ね、それに越したことはないんですけども。どうでしょう。お、いきなり演出来てますよ。期待していいかな？ん？岡崎。岡崎来ましたね。はい。ほう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 。なるほど。どうしよっか。ソン・フンミンいるんでね。まあ、カバーにもいるし、ということで、ちょっと厳しいかな。まあ、ちょっと、後で細かくは見ようかなとは思っております。はい。では次、トータル30回目いきましょう。はい。さあ、どうかな？まあ、1回目でね、演出来ちゃってるから、まあ、そうですね。はい。こんな感じで目星選手はいないね。はい、トータル次40回目ですね。いきます。どう？あ、来たね。誰だ？ファンマタが来ましたね。S プラスか。あ、もう一枚来た。さあ、次は？ヘンダーソン？ヘンダーソンか。まあ、条件は達成してるし、ヘンダーソンも、まあ、条件は達成してますね。大丈夫ですね。なるほど。いや、でも、ちょっと、どっちも、そうだね。契約はしないかな。順調な感じですね。新たな称号。あー、なるほどね。一石二鳥。はい。次、トータル50回目。はい、それでは、改めて、トータル50回目いきましょう。今のところはいいペースで来てる。さあ、どうだ。まあまあ仕方ないね。60回目いきましょう。今のところ交互に来てるね。演出来て来なくて来て来なくて、じゃあ次は演出来ちゃうんじゃないかな。どうか、来い。おー、70回目いきましょう。いいんだよ、そろそろ来て。いいんだよ、いいんだよ、いいんだよ。来た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 。来たね。なんと、来ました。おっと、達成してないじゃないか、一個。チーム力が足りないじゃないか。なるほど。おー、レジェンド引いちゃいました。ドルトムント香川。いいっすね。トータル80回目行きましょう。もう、結構お腹いっぱいですよね。さすがに。シンジ引いたし。ラッキーでしたね。100回行くまでに引けちゃってね。さあ、再び、来ましたよ。誰？はい。ベイル来ました。いいっすね。残りは20連かな？さあ、それでは、トータル90回目ですね。行きましょう。結構いい引きできてるよ、今回。
うん。じゃあラスト10回ですね。さあ、それではラストですね。100回目までいっちゃいましょう。ラスト10回。どうだ？最後。来ないか。まあまあ十分ですね。はい。実質90回引きまして、香川真司ゲットですね。これはでかいんじゃないか。さあ、それでは S プラスか SL 選手確定ゲット、いきます。はい。ゆうべ。リキエビーは S プラス。まあまあいいんじゃないか、うちのチームにとっては。いいんじゃないですか、これは。さあ、あとはね。香川が、強いチームにしか参加しないということで、私のチームがね、非常に弱っちいんでね、ダメということでした。15万8000になるまで契約してくれないそうですね。困った野郎ですね。はい、ということで、強くしましょう。ちなみに今うちは、全然じゃん。8万じゃん。弱っ。はい、じゃあね、ゲットした、ピエリーニ選手ですね。こちらを強化していきたいと思います。本当はね、香川真司ゲットして強化したいんですけども、ちょっとまだ時間かかりそうなんでね。はい、先に蹴りに行っちゃいましょう。はい、とりあえずね、ここまでしかちょっと今の、素材的にはできないので、これで一旦ね、止めましょう。はい、じゃあ、KD2 さんね、入れ替えましょうね。マグワイア選手と交換。はい、若干ですね、上がったのね。となると、このマグワイア選手、解体してもいいなぁ。マグワイア選手を、返却。育成パックの返却をね、していただこうと思います。はい、ということでね、レベル0になりました。では、KD2 にね、再び、こちらね、素材使っていこうと思います。はい、ということでね、レベルは67まで上がりましたね。マグワイヤーよりはだいぶね、強くなりましたね。はい。ようやく9万超えました。まだまだですけどね、頑張っていきたいと思います。はい、ではここまでご視聴どうもありがとうございました。さよなら。